はい、ではあの恒例のですね、菅井さんが今から買い出しに行きますけども、はい、もう菅井さん、こう三浦半島来てさ、この赤丸やりだして、はい、いろんな生産者行ったじゃない、はい、で我々が一緒についてって動画も撮ったところも結構あるけども、はい、どうですか、まあ、季節によってさ行くところももちろん違うよね、うん、そうですね、うん、そのやっぱフルーツなんかシーズンがあるので、うん、その時期にだけお世話になるっていう形ですよね、うんでも本当そういう生産者さんのおかげで赤丸が成り立ってるところって結構あるわけじゃないですか。そうですね、はい、うん、まず最初にこう動画で撮ったのがあの長井漁港だっけ、はい、そうですね、長井漁港行ってました ね、はい、あそこで案内してくれた人が魚神っていう名前でやってる高橋新君ですね、うん、ね、まだ若くして独立したてだったんじゃないのかな、確か。そうですね、まだ2、3年ぐらいしか経ってなかったと思うんですね、うん、はい、あそこに行ってちょうどね、あの富士山がすごい綺麗に見えて、はい、こんなこいいなと思ったのね、懐かしいですね。そうですね、結構3年前ぐらいですね。ですよね、はい、冬場でね。でその後に、長島さんと安田さん、まず長島さんは本当に、ね、まあ、ある部分哲学者だよね。そうですね、うん、もうあの話の内容がやっぱりね、あのドイツに留学されて、奥様もドイツ人、はい、そして農業方法にしても、まあ、独自のものを持ってらっしゃるしね。そうですね、はい、いろんな話を結構聞いたから、うん、あのすごく勉強になったしね、はい、あのよかったな。あとは安田さん、はい、まあ、卵と野菜と、はい、うん、あそこの卵大好きですよ、まあ、やっぱりレストランの中で結構卵って結構重要な役割の一つなので、うんうん、もう本当にもう安田さんの卵だけを使って今やってるので、うんうん、ありがたいですね。まあ、本当でもお野菜もいろいろあるわけですよね、あそこね。そうですね、あの親戚の方がやってたり息子さんがやってたり、うん、っていうので卵と一緒に野菜も仕入れてる感じです、うんうん、それとあとはどこ行ったっけな、ファーマシーガーデン、はい、裏側ですね、裏、はい、レモンと蜂蜜、はい、あそこね、本当景色が大好きだったし、あの今清水さんがここでなんかイベントやろうって言ってで、イモシに振ったんだけど、イモシ全然動いてくれてないよねそれどうなんですか、イモシさん。いや、すぐコロナもひどくて安定しなかったんで、ちょっと、うん、そうですね、まあ、やりたいですね。え、なんかあそこあのドローンも飛ばしたしね、すごく良かったですよね、はい、でもあの蜂蜜のあれがすごく印象に残ってますね、うん、蜂蜜取るところね。確かに、うん、でも蜂蜜ってやっぱりそういう何の蜜をこう集めて吸って、それで味も変わってくるわけじゃない、はいはい、あそこは本当いろいろなものを、そうですね、季節に応じてその花が違うんで、うん、で景色が良かったのと、結構ドラマとか映画の舞台にされてるところでしょ。そうですね、ロケ地として使われてる場所ですよね、うん、そうだな。あと果物としてはみかん、はい、三浦半島といえば、ね、うん、みかんですね。みかんもあのジュース作ってたジュースも非常に美味しかったし、はい、あそこ誰だっけ、バイクがなんか乗ってなかったっけ。あ、そうですね、志村さんがバイクが大好きで、ね、はい、そう、その話も したしね、はい、懐かしいな。あとあの加山さんとこのイチゴ、はい、あれは本当美味しかったよね。で完熟で売ってるからやっぱわざわざやっぱ買いに来るんだよね、はい、たくさん人が買いに来るので、うん、やっぱり移動のことを考え持っていくことを考えるとどうしても若いうちに住んでしまうから、うん、ああいう完熟のものが手に入るってことはなかなかないですもんね、はい、でも加山さんも最近あれでしょ、また新しい展開やってらっしゃるんでしょ。そうです、あのカフェをオープンされて、うん、はい、営業してます、うん、そうか。あとやっぱり印象に残ってるのは山重丸さんのしらす漁。あ、そうですね、あれはちょっと衝撃的でした ね、あれを動画で撮り出して、はい、あれも今清水さんがこうまだあれですよね、ああいうライブなこう漁の
動画を撮るっていうのはまだそんななかった時だと思うんですけども、うん、でも本当親切にしていただいたんですね。はい、そうですね、うん、船の上でも食べましたし、うん、他に上がってからも用意していただいて、うん、はい、でも残念なことにお父さん岩崎さん、はい、ちょっとねお亡くなりになって、はい、今息子さんがちゃんと継いでやってるんですよね。それとあれがあったじゃないですか、あの海ぶどう。ああ海ぶどうは最近ですね、はい、うん、海ぶどうもびっくりしたな、横須賀でここで海ぶどうを作ってるんだっていう。そうですね、本当目の前の走り水で作ってるので、はい、今年の夏も一度そのまあシーマスカットフェスティバルっていう形で3日間やりまして、うんうん、で今も継続で週末は海ぶどうを取って仕入れて、うんうん、出してます。どうですかお客さんの反応としては。やっぱ東京湾で海ぶどうってびっくりされる方が多いですね。まあ、ほとんどそうでしょう、はい、やっぱ沖縄とかあっちの方のイメージ、ね、イメージがそうですよね、うん、今から向かってるところはどこなの。今日はほとんど農家さんお休みであったり羽坂駅なんだよね。そうですね、今野菜が少ないので、ね、うん、ちょっとスカナゴッソっていう、うん、横須賀中の農家さんが商品を入れてる、うん、直売所の方にちょっと行ってみて、うん、まあ今野菜の状況がどんな感じかとか、うん、っていうのをちょっと見に行きたいと思います。スカナゴッソもいろいろ本当消費者買い物来てるし、観光で来る人もやっぱ多いよね。そうですね、うん、結構やっぱりレストランの同業者の方々も朝から仕入れに行く人が多いみたいですね、うん、どうやっぱり生産者さんと話をしてるうちに、はい、まあ、そこでこうちぎってこう味見をしてるうちに、はい、やっぱりいろんなメニューとか浮かんでくるでしょう。そうですね、本当にこう生産者でこう新しい野菜が出たで味見をし、まあじゃあそれをどう使おうかなって本当にこう車の中で考えながらいつも買い出しに出てます、うん、まあ、それが楽しいしね、はい、でもいいとこですよね、三浦半島ね。そうですね、鈴谷ファームの鈴木さんのあそこの畑からも富士山が見えたよね。そうですね、うん、あそこもいろんな野菜作ってらっしゃるんですよね。そうですね、鈴木、うん、さん、ここら辺はどこになるの、はい、この辺は以前伺った佐島の近くですね。ああ、そっかそっか、佐島のお魚屋さんもね、あったね。はい、そうですね、対決ものの時、うん、かわいとなんかを選んで対決して、はい、そこもでもやっぱり普段よく買うんでしょ。よく買いますね、はい、結構いろんなところが買いに来てるもんね。そうですね、結構やっぱ同業者さん結構多いです、うんうん、じゃあスカナゴッソです。スカナゴッソってどういう意味だっけ。いや多分ゴッソが何かなんですけどちょっと覚えてないですね。はい、菅井さん、スカナゴスに着きましたけど、はい、ちょっと時間遅いけどね、スカナゴスってどういう意味だっけ。確かゴッソがごちそうっていう意味で、スカナが、まあ、横須賀のスカと、うん、まあ、多分横須賀のまあごちそうね、まあ、そうですね、まあ、そういうような意味だそうですけども、はい、ね、ちょっといろんなものを探すときには便利なんですよ ね、 そうですね。ちょっとじゃあ見ましょうか。はい、菅井さん、はい、早速伊勢海老とサザエ。そうですね、これも長井さんになってるけど、はい、こういうのも使ったりするんだよね。まあ、そうですね、普通にサザエの伊勢海老、うんうん、それはいるじゃないですか。薄葉ですね。薄葉か、はい、今季節なんで、うん、結構上がってる。薄葉いいね。そうだ、海藻類があるじゃないですか。海藻類赤木にしましょうか。赤木、はい、赤木とこれでいい。そうですね、赤木と、うん、ネバネバシャキシャキと、まあ薄葉ハギ。はい、薄葉ハギ。これであと何、野菜どういう感じがいいのかな。そうですね、まあちょっと野菜ちょっと無茶振りしていい。ちょっとまあ見てみてそれに合わせましょうか。ましょうか、はい、じゃあ買ってきます。はい、菅井さん、こうやっていろいろあるのはやっぱオクラ。そうでしょう、多いですね、うん、合わせやすい。じゃあ、僕ら、はい、行きましょう。朝取りみたいですね。菅井さん、青みかんとシークワーサー、柑橘どうやこれ。
アンパンも良くない？そうですね、アンパンも良さそうですね。どっちでいい？どっちがいいですかね。いや、任せる。じゃあシークワーサーで。シークワーサー、はい、はい、にします、はい、じゃあこれとこれで、はい、あとがこれが何ですか？バジルか、はい、あとはミントと長島長島農園のミントさん、さあどう、これもどうかどれかしないですか、ね、やっぱり長島さんのあれじゃないですか。ちょっとミントを買います。はいはい、はい、ではスカダコスから帰ってきまして、改めて材料が、取れたて薄葉ハギと、赤木ですとお世話になって長島さんのミントと、オクラと、まあ、シークワーサーでちょっと、まあ、何か料理作っていこうと思います。小田さん、蓮さん、はいはい、とりあえずこれこれ、はい、買ってきたんですけど、さあ君たちならどうする？そう、スバハギの、うん、スバハギ炙りって言ってる、炙り、なるほど、炙りでミントとシークワーサーか、まあオクラでなんかサラダっぽいので作って、うん、なんか混ぜるんで、なんかもうできてんじゃん。できてますか？じゃあやってよじゃあやってよ、もうできてんできてんじゃん、もうだって。いやなんかそんえ、こいつは赤木がちょっとでも使ったことなくて、どんな感じなの？小田さんだったらどうする？僕はだったらもうツバハギはカルパッチョにして、うん、ミントとシークワーサーペーストにしてソースにして、うん、オクラは飾りで、飾りでシンプル。はい、赤木が赤木難しいです、ね、赤木は難しいよね。赤木はもう海藻は絶対使えと、あシェフが、シェフはパスタも作れって言ってました。そう、パスタも作れ、冷製パスタ。いやでも分かんない、なんかパスタもできんじゃねえのっていうパスタも作った方がいいんじゃねえのいいんじゃねえのだからもうパスタはもう赤木とオクラとでいいじゃん、もうですね、もう魚なくてもいいじゃん。そうですね、もうネバネバパスタでいい。多分それを求めてると思うから、そう、それでいいと思う。じゃ前菜2つのパスタが1つ。パスタが1つで、いきます。イメージ。はい。じゃあ小田さん、はい、小田さんネバネバパスタお願いしていいですか？はい。急遽なんですけど。で、レンさんはその炙りのイメージでちょっとこうカルパッチョじゃないけど、まあ、さっき言ったミントとシークワーサー使ってカルパッチョっぽく仕立ててもらって、僕はあったかい前菜一品作るんで、はい、それでいきましょう。なるほど、はい、じゃあ楽しみで、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。もうできた。あれ？します。3人で作った。3人で、はい、作りました。ここにお話して、うん、あの聞いてったら、なんとなくビジョンができてたんで。おお、なるほど。作りました。じゃあちょっと順番に説明してってよ。はい、じゃあ僕から、僕は冷前菜で、薄葉ハギを、カルパッチョ仕立てでご用意しました。と薄葉ハギを軽く炙って、あとは上にシークワーサーと赤玉ねぎとあとミントのサラダの間に、あとベルデソース、パセリのソースと、うん、あとピンクペッパーをちょっと見た目であしらってます。味にシークワーサー絞ってるの？はい、ソースにもシークワーサー使ってます、うん、はい、はい、じゃあ僕は、温泉菜で薄葉ハギを蒸し物にしました、うん、中にあの赤木をくるんで蒸して、で薄葉ハギの骨から出汁を取って、まあ、スープ仕立てみたいな感じにしてます、うん、はい、
はパスタで赤もくとオクラでシンプルにオイルベースのスパゲッティを作りました、うん、であと薄ばたきも肝があったので炙って仕上げにのせたのと肝か、はい、中に一応赤もくと、まあ、オクラネバネバで共通があってで薄ばはぎと赤目で磯っぽさがあるのでちょっと磯っぽさが苦手な人もいるかなと思ってケイパーとアンチョビで打ち消すような感じで一緒に入れてみてパスタにしてみました、うん、はい、じゃあちょっとおいでください。はい、はい、お願いします。じゃあの試食なんですけども、私だけじゃなくて辛口の今清水さん、そうですね、今一緒に食べてもらいましょう。はい、ちょっとずつでいいですよ、あと彼らにも食べてもらう感じ。はい、レン、これのポイントは何？ポイントは、うん、普通にそのカルパッチョ刺身で出すんじゃなくてちょっと炙ったんですけど、うん、ちょっと理由としては、うん、あとミントとシークワーサーが結構さっぱりめで、うん、魚自体も割とあっさりとした魚のイメージがあったので、うん、そのままカルパッチョにしちゃうとちょっと負けちゃうかなと思ったので、うん、ちょっとそこに炙った時の香ばしさを出すことで、そうですね、ちょっとアクセントとしていいかなっていう。どうですか、点数としては何点ぐらい？いやどうですかね、ちょっと不安に思うところがある。不安、ちょっとまあそうですね、うまみ的な部分でちょっと弱いのかなって思っちゃったんですけど、うん、一応まあガルのコラトゥーラは少し上にかけてはいるんですので、うん、さっき厨房でレン君が一番最初にこれはこれでカルパッチョですかねとかって言い始めしたんですよ。ああ、なるほどね。だから多分瞬間的な頭の中に何かあったのかな。ミントっていうのはちょっとうんって思わなかった。難しいなと思わなかった。難しいな、あんまりそのカルパッチョにミントを組み合わせるっていうのはちょっとあんまり自分も聞いたことないので、うん、まあ、ちょっとチャレンジ的な感じではあったんですけど、うん、まあ、シークワーサーもミントも割と爽やかな感じで清涼感あって、どっちも相乗効果でいいかなって。ちょっと塩が欲しいね。ちょっと塩が欲しいです、ね、うん、魚に、はい、だったらやっぱり魚の味をもっと生きてくると思う。そうね、ソースがめちゃくちゃ美味しいので、はい、まあこれ特にカワハギ系なので味がなんかこう浅いというのがあるじゃないですか、うん、はい、だから別に何の魚でもいいんじゃねみたいな感じになりつつはある。そうですね、と思います、はい、辛口に言うと、はい、ね、これ赤目を巻こうと思ったのはどこ、市場で思ったの？とりあえずちょっとずつでいいじゃん、あと彼らも食べるんで、はい、そうですね、まあこの白身魚と、うん、赤目をまあどうしようかなって考えたときに、まあ巻いてしまおうと、うん、まあ、ガランティーヌってことですね。そうですね、これ可愛いね、見た目がね、可愛い。だから出来上がりまだ食べてないわけだ。一応軽く味見はしてますけど、でスープの方にも一応シークワーサーでちょっと酸味が入って、うん、あと皮も上から削ってあります。トマトとその海藻系のなんかグルタミン酸みたいのがちょっと合うかなっていう部分と、うん、うん、赤もくが美味しいね、すごく、うん、オクラとのとろみの感じもすごくいいですよね、うん、変な例えですけど、お茶漬けみたいな。そうですね、そんな感じになってる。なんかもし足りない、これ足したらもうちょっと違うなっていうところってありますか？もうちょっとなんかこう、なんでしょう、動物性のコクというかがあればもうちょっと違ったかなと思うんですけど、ちょっとまあ今すぐに何っていうあれはないですけど、うん、なんかちょっとこうあっさりしすぎちゃってるなっていうのがあるんで、うん、もうちょっと何かでコクを出せればなっていうのは感じてます、うん、どうですか今清水さん、なんかそれ、うん、だからそういうのと、まあ僕は酸がちょっとあってもいいかなと一瞬思ったり、もっと逆にそのトマトによる酸じゃなくて、あ、もういいんですけど、だからそれを今シェフがおっしゃってたことの話をいろいろ総合すると、
なんだろう、ブールブランみたいな、うん、ね、ちょっとこうバター入ったらもう間違いない、そうそうそう、まとわりつつでも入りすぎない酸がある感じとかだと美味しいのかなとかいう感じがしますね、うん、ありがとうございます。おいしかったですね。おいしいと思います、はい、これもパスタってことはもう菅井さんが言われて、そうですね、組み合わせとしてはその難しく考えなかった、はい、もうネバネバ、あの赤木のパッケージにネバネバって書いてあった、うん、まあ、オクラもネバネバだから、うん、ネバネバ同士で合わせてみようと、ネバネバパスタ。普段赤木ってよく使うの？いや、あんま使わないですね。両方磯っぽさがあるんで、うん、まあ、磯っぽさとなんかケイパーとかって合うかなと思って、うん、香りはすごく入れてみました。結構このパスタ細いの選んだんですね。そうですね。ネバネバに合わせて。ネバネバに合わせて。まあうまく絡むかな。確かに軽いネバネバの感じでよく絡んでますね。うん、はい、どうですか。いや、あのすごくなんか個性的に成立してるんじゃないですか。うん、とっても、うん、なんかパスタのあれとかもいいし、ネバネバ具合。はい、そのいわゆる納豆パスタとかそういうネバネバじゃないので、はいはいはい、スッと入ってくる。あ、美味しい。うん、塩味もいいような気がするし。日本人好きですよね、これ。これ大好きですね。イタリア人ちょっと苦手かもわかんないですけどね。はい、うん、この肝だけ使わせてもらったのがもうあれだね、メリットだね。あ、そうですね。うん、これ須貝さんのにさっき動物性足りないって言ったのこれが残ってる場合よかったんだけど、ね。肝はやっぱりまず使いたいと思ったの。肝は、いえ、最初はあのもうこのままだったんですけど、うん、肝乗せた方が美味しいんじゃないっていうことで、うん、まあ、乗せてみて、まあ食べる時はもう混ぜ込んでしまう感じかな、はい、なんかこれはもうどんどん発展していけそうな感じがしますね、うん、海藻パスタとして、はい、はい、どうでした、あの2つ食べてみて、うん、まあ、自分のまず自分の感想からしたらどうですか。やっぱりちょっと 塩が薄かったかなっていうのはやっぱ最初に思って、うん、なんか自分のイメージしてた方向性はやっぱ合ってたと思うので、うんうん、まあ良かったのかなっていうふうに、うん、確かにそのカルパッチョシークワーサーの相性がすごい良かったです、うん、やっぱこう薄くスライスしてそのまんまっていうのが、うん、かなり印象いいなっていう、うん、見た目もいいよね、はい、でしかも横須賀さんのシークワーサー、そうですね、確かに。小田さんどうですか。はい、そうですね、あのカルパッチョはあのシークワーサーやっぱり爽やかなんで結構合います、ね、うん、確かに今清水さんが言ってたように何でもいいんじゃないっていうのもなんとなくわかりますあとバポールの方が、うん、海藻とお出汁、薄葉入りから取った出汁で海藻の香りとあの出汁が合わせると本当にお茶漬けのように、うん、感じます。そうですね、うん、あれは面白い。なるほどね、まあ、こういうね、こういう感じで一つの食材をこうみんながあの考える思考ってにあの今似てるようだけでもみんな違うんで、あのみんなで確かめ合うって大事ですよね。まあ、本当に菅谷さんの料理を2人こう代わりに作れるようになってきてるわけだから今度考える部分でということで、でこの後にですね動画的に、小田須シェフと蓮高志蓮シェフの考えるメニューを、うん、私と今清水さんと菅谷さん3人で食べるという動画をこの後撮りますので、そちらはそちらで楽しみに見てください。どこまでね彼らがね完成度高いものを作れるようになったのか、確かに期待ですね、期待しかないですね。そうですね、はい、はい、じゃあそちらも必ず合わせてみてください。はい、はい、じゃあ楽しみにしてます。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。